今ではちょっと講演と違って各論とか泥臭い話をさせていただきます。今日は特に研究戦略とか創薬でも医薬科学の立場とか、あるいは薬剤師の立場から見た研究の利用についてお話しさせていただきます。まず薬については大事なことは、一つは薬を総合的に考えること。今日の統合的より若干小さいんですけど、まず薬というのは創薬から始まって、創薬では非常に大きな分野の人が長い年月をかけて作ったわけです。でそれをできた薬について医師薬剤師が患者さんのもとに使われまして、患者さんの使うことによってのいろんな情報とか、皆さん方のような研究者のいろんな研究をもとに新たな研究戦略を渡して、また創薬が始まっていくんです。このように創薬、薬っていうのは創薬育薬を含めて総合的に考えることが非常に大事だと考えております。理科大では総合的に考える系もインフォマティクスとして、ファーマコインフォマティクスという講義をやっております。次に大事なことはこの知識、薬に対する知識、知恵です。大事で、いろんな知識があるんですけど、まず大事なことは、一つは化学構造式とかこの添付文書というのは非常に大きな情報源でありますので、その知識というのは大事にしなければいけないと思っています。特に創薬の関係者ですと、まず第一には市販の医薬品の知識で、その医薬品でもその構造式がどのような過程でその化学医薬品に到達したかということを考えることが非常に大事だと思っております。また医療現場の薬剤師にとっては、特に患者さんに対するファーマシティカルコミュニケーションというのが大事になりますので、特に今現在では添付文書、これ今添付文書が日本では唯一の法的根拠のある公的な文書ですので、この添付文書の知識を確実に得るということが大事だと思っています。そうすることによって医者に対する処方変更とか処方の提案とか、病院によっては採用薬の提案ができるかと思いますし、患者さんに対しては禁忌とか副作用とか飲み合わせとか、あるいは選抜品後発品の違いというのが説明、分かりやすく説明できるのではないかと思っております。でもう一つ薬について大事なことは、薬っていうのは有効性と副作用を合わせ持つということです。特に薬をやっていく上では、この化合物とこの標的分子、あるいは作用機構というのは大事なんですけど、そのもとにさらに、いろんなアプローチがあるんですけども、このパスウェイをもとにこういう考えていくことが一つ大事ではないかと思います。その上でいろんなビトロとかイシリコのスクリーングとかターゲットベースとかいろんなスクリーングが始まって、多分この後に話すと思うんですけども、いろんなリード候補化合物へ導く段階になっていくと思います。特にこのパスウェイをもとに薬効副作用を考えていくことが大事だと思っています。でこれから各論の方に行くんですけども、その前に結局の方に日本の新薬のデータベースがありまして、それから取ったデータですけども、これ2000年から2014年の15年間で日本で誕生した新薬というのは430あります。ワクチンとか診断薬を除いてありますけども、そのうちオリジンが国外企業は342で、残念ながら国内企業オリジンは2割ちょっとです。ここをいかに大きくするかというのは今いろんなところで取り組んでるんですけど、今日は置いてきます。ともかくまだ日本の製薬会社はこのような状況にあるということ。でこの430について標的分子を見てみますと、この15年間で430見つかった薬の中で標的分子が分かっているのは330なんです。 GPCR とか酵素とか核内受容とか、この内訳についてはまた別の機会に話せればと思っていますけど、とりあえず分かっているのは337で、分かってないのが93、2割ちょっとですね。ちょっとこの標的分子に今度は注目してお話しさせていただきます。これからちょっと各論に行くんですけども、まず薬効と副作用を一応パスウェイで元に考えることでいきたいと思います。でこれはアラキドン酸代謝パスウェイのケグのマップです。これがアラキドン酸で、ここがロイコトリエンの系統で、ここがシクロキシナーゼで、これがプロスタグランジンです。皆さん方専門家だから非常に分かるよと思うんですけど、ちょっと専門家の前で簡略的な図で申し訳ないんですけど、特に学生なんか使うとですけども、
アラキドン酸カスケードのいろんな薬があるんですけども、主なものは、このアラキドン酸からプロスタグランジンの行く過程の中のシクロキシナーゼ1と2を阻害する、NSAID、非ステロイド性抗炎症薬です。アスピリンとかインドメタシンとかロキソニンですね。でさらにドロンビク酸の拮抗薬とか、あるいはプロスタグランジンというのはいろんな作用を持ちますので、いろんな作動薬が今売られております。またこちらのロイコトル変形でも、気管支喘息の薬等があります。このようにいろんな薬があるんですけども、今日はちょっと時間の関係で NSAID についての副作用的な面から考えてみたいと思います。で、NSAID というのは先ほど言いましたように、このアラキドン酸からプロスタグランジンの生成過程のうちのシクロキシナーゼを阻害する薬です。で、ここを阻害をすることによってプロスタグランジンのいろんな作用が酸性抑制されますので、このように、子宮収縮の減弱度とか胎児心、動脈の閉塞等が起こりますので、妊婦では身長投与になりますし、妊娠後期では禁忌になります。またこのプロスタグランジン E2 を酸性抑制することによって消化性潰瘍の副作用が出てきます。胃酸分泌の促進とか粘液の分泌の抑制とかです。またさらに肝とか腎の障害が出てきます。またこの系統が、酸性抑制することによって、相対的にロイコトル変形の方が酸性が出てきます。酸性が増大しますので、このアスピリン喘息とかいう副作用が出てきます。ちょっと言いたかったのは、こういう副作用についても使い方についても、こういうパスへ、これはちょっとクローズアップした図ですけども、パスウェイを考えてこういう作用副作用を考えていくことは、これ創薬現場でも薬剤師でも大事だと思っております。でそこでちょっと消化性潰瘍だけにちょっと見てみますと、消化性潰瘍の病因というのは胃酸、ストレス、あと NSAID、今の薬ですね、あと今多くはピロリ菌と言われてますけども、その中でじゃあ NSAID について見てみますと、 NSAID というのは COX-1 と COX-2 を阻害する2つのサブタイプを阻害する薬でありまして、特にこの COX-1 を阻害することによって胃液細胞液のプロスタグランジンの酸性が抑制されますので、それが元になって消化性潰瘍の原因になります。ですから創薬的に考えますと、だったら COX-1 を阻害しないで炎症時に出てくる COX-2 だけを阻害すればいいんじゃないかということで、COX-1-2 の選択的阻害薬というのが出てくるわけですけれども、それが COX-1 選択的阻害薬です。今お話ししましたように、NSAID の胃腸障害を軽減する薬です。簡略的な図でも大変申し訳ないんですけど、COX-1 には COX-2 なんですけど、COX-1 が阻害されませんから、こういう胃のとか十二指腸では胃酸分泌が抑制されたり、粘液分泌が促進されますから、それほど胃腸障害が起こりませんし、COX-2が阻害することによって、プロスタグランジンの酸性抑制が起こりますから、血小板強襲抑制とか、血管拡張とか、いい効果があるわけです。しかしながら、COX-1 を阻害しないことによって、それに COX-1に由来するドロンビク酸 A2 が酸性されるわけです。そのために血小板凝集促進とか血管収縮が起こって、残念ながらこれは消化性潰瘍は少なくなりましたけども、心筋梗塞とか脳梗塞のリスクが多くなります。例えば、セレコクシフという薬があるんですけども、そういうのは添付文書には、警告、これには使うときには心筋梗塞とか脳梗塞のリスクがあるという報告がありますよという添付書の警告があります。このようにこういうことをもともと考えて創薬すればいいんですけども、創薬でするときにも、あるいは使うときでも、このように、パスウェイを考えて作用副作用を考えるには大事だと思います。その点研具はそういうパスウェイもともに利用できるというのは非常に便利だと思っております。
次にイマチニブという薬についてちょっとお話します。これは分子標的薬で個別化医療にも使われている薬なんですけども、これをイマチニブで検で検索しますと、非常に羅列で申し訳ないんですけど、イマチニブに対する情報がまだ続くんですがあります。一般名とか先発品、後発品、あと構造式、今公的データベースで構造式と薬品情報、物性とかは別として薬品情報がもともに出てくるデータベースはこの研究だけだと思っているんですけども、この構造式があって、効能と、あとここには希少疾病についても書いてありますので、この薬はアンメットメディカルニーズの薬だということが分かります。でここはそれぞれの薬については添付文書の情報リンクとか、ケムメディカスではいろんな成分の検索もできます。ちょっと先発品と後発品についてちょっとだけお話しさせてみます。これは先発品後発品で、グルペックというのは先発品ですけど、先発品はこのように5つの抗うの効果が承認されてますけども、例えばジェネック多いんですけども、例えば A 社ではこの慢性骨髄性白血病とフィラデルフィア染色体陽性の急性リンパ性白血病しか、2つの効能しか持っていません。で大きな違いというのは添加物です。グルペックはこのような添加物ですけども、ジェネリックの A 社ですとこのような添加物を作っています。この良い悪いと判断はちょっと今日はやめますけども、このように添加物なんかでもかなり違いが上がっています。多分効能効果のとか効能の持続性とかいろんなところに関係してくるかと思います。このように効能とか添加物にも違いがありますので、こういうのは薬剤師がちゃんと先発品後発品がその病気に限ってある病気に限ってはちょっと考える必要があると思っています。またさらに続きますけども、結果ではこういうターゲットとかいろんな病的なパスウェイ、あるいは相互作用、あるいはゲノムマイオマーカーとか、例えばここの DDI サーチを押しますと、クリックすれば相互作用ですとか、ケムメディカスに戻れば薬品相互作用のチェックもできます。あと、それに関連する、プロテインカイネースの場合はこういう阻害剤の構造式の調べることができます。ちょっとじゃあメディカスのパスウェイを見てみますと、ちょっと羅列で申し訳ないんですけど、例えば慢性骨髄性白血病のケグのパスウェイマップです。でこちらが、慢性、骨髄性のシグナル伝達系ですけれども、これは BCR-ABR という遺伝子を今自分が、分子標的、標的としてアタックすることによって、この白血病に効果があることは一応わかります。細かいことはちょっと省略させていただきますが、関連薬としてはニロチニブ、ダサチニブという薬があります。でこれについて、じゃあプロテインキナーゼの薬にはどんなのがあるか。例えば BCR、ABR のチロシンカイネスのインヒビターですと、今言ったイマチニブとかニロチニブ、ダサチニブ。さらに、EGF、いろんなカイネスの、インヒビターのプロテインカイネスの、阻害剤についての、構造式を調べることができますし、この構造式をクリックすれば元の医薬品情報の健康ドラッグにして詳しい情報も知ることができます。このように、関連する構造を調べていくことは、一つの基本です。先ほどありましたように、製薬会社ですから失敗している薬の情報もいっぱいありますけれども、まず基本的には売られている薬をまず最初についてはしっかり知識として植え付けるということが大事かと思っております。でさらに、医薬品情報が続くんですけど、相互作用もニマチニブは CYP3A4 で代謝しますから、 CYP3A4 で関連するいろんな薬、例えばこういう、抗生物質だとか、あるいはこの抗菌心筋剤なんかは相互作用するから血中濃度が上昇しますので、使い方には気をつけてくださいよと。あるいはここにゲノムマーカーというのがありますから、ここで注意してみれば、例えば添付文書に戻って、これは個別化医療とか根本による診断薬が必要だということが分かりまして、例えば慢性骨髄性白血病の場合はこの染色体検査とか遺伝子検査によって慢性骨髄性白血病と診断された患者さんのみ使うことができます。他のも同じです。このように個別化医療にも分かるようなデータベースになっております。
まあ、ちょっと続きまして糖尿病治療薬についてちょっとお話しさせてください。ちょっと基本的なことで申し訳ないんですけども、糖尿病治療薬というのは結局の場合ですと医薬品のクラス分類にいろいろ糖尿病治療薬がありまして、ここに糖尿病治療薬の全医薬品がリストアップされているんですけども、まあ、糖尿病治療薬は主にインシュリン、あるいはインシュリン抵抗性の改善薬とかインシュリン分泌促進薬、あるいは食後、血糖の改善薬、あと最近出てた尿酸排出促進薬があるんですけども、例えば、インシュリンの、まあ、これは注射剤ですけども食べる前に使うこと、あるいは食後高血糖改善薬は食直前とかも使うことになっています。で例えば禁忌といいます、この使ってはいけない患者さんというのが、このインシュリン抵抗性改善薬とか分泌促進薬、あるいは食後高血糖改善薬については妊婦については禁忌ですよと、あるいはいろんな副作用がそれぞれ違った副作用が、重大なものから軽いものもあります。この場合は特に、まあ、低血糖、糖尿病の薬ですから低血糖には気をつけなきゃならなかったし、まあ物によっては肝機能障害の強いのもあります。まあ、このように、それぞれ調べてその患者さんに対して、適切な助言を与えるお話をすることが、まあ、薬剤師にとっては非常に大事だと思います。まあ、この辺も比較的簡単にキングメディカスを使うと分かるようになっております。次に最後にちょっと構造的に見てみたいと思うんですけども、この DTP4 阻害薬と SGLT2 阻害薬について、見ています。これは DTP4 の阻害薬ですけども、これは毛の構造パップで見たんですけども、このように8つの薬が今出ていまして、これは非常に構造に似てるんですけども、これは同じ会社から出た薬です。これを見てみますと比較的構造的にはバラエティに富んでいることが分かるかと思います。まあ、今現在とか DPP4 の阻害薬が糖尿病では一番よく使われているんではないかと思うんですけど、比較的バラエティに富んでいる。一方これは昨年2014年昨年の4月から今年の2月くらいに出た薬が SGLT2 という尿糖排泄の薬で、これトランスポーターを阻害する薬です。でこれは、このように6つの薬が出てるんですけども、これを見てみれば分かります、見てみれば分かりますように全部の構造については先ほどの DP4 の薬と違いまして全部この骨格を持っています。グルストールですね。ですからこれにこの阻害薬をやるときの構造展開は、まあ、この構造というのはこれ非常に必須だということが分かります。まあ、このように構造的にもこの整理されていますので、その基本的な知識としては非常にメディケムから得られるのは重要であると考えております。まあ、最後ですけども、ケムメディカスを使いまして、特に最初に話しましたように、まあ、統合的ではないかもしれないですけど薬というのは特に、まあ、創薬から全体を通して考えることが非常に大事ですので、まあ、総合的に考える。でその上では私たちにとってはこれは薬学生とかあるいは創薬研究者、特にメディシナルケミストとかあるいは薬剤師にとっては非常に重要であると考えています。でまた今日はお話ししませんでしたけれども、この患者さんにとってもこのセルフメディケーションに使う上でも非常に大事だと考えています。以上ちょっと、スピードでお話しさせていただいたんですけども、ケングメディカスの使った創薬からちょっと医療の現場まで、簡単な紹介をさせていただきました。どうもありがとうございます。